生命工学科の今年度の学科長の中村です。今日は生命工学科の紹介したいと思います。よろしくお願いします。まずはパワーポイントを使って説明したいと思います。1枚目の生命工学科とはというところですけども、生命工学の特徴は生命科学、それから化学、工学という3本柱を中心に、カリキュラムを組んでいます。で、通常の生物学だけをやっているような学科とは違いまして、化学っていうものをかなり重点的に勉強するという学科になっています。そういうことですので、まずは分子レベルでものを理解して、でそれを応用していくという形で学科を運営しています。2枚目のスライドの、技術研究領域と産業分野という図を見ていただきたいんですが、中心に生命工学と書いてありますけども、内側の円のところに書いてあります、文字で書いてありますものが、3年生でやります専門科目の授業科目になります。でその外側に産業分野が書いてありまして、実践的な教育をやるために、いろいろな、産業に直結したような科目を設置しています。でそれに、ふさわしい教師の皆さんを揃えていますので、実際にこれから社会に出ていくという時に、そのまま役に立つような勉強をしてもらうということになっています。以上が、簡単ですけども生命工学の紹介になりますが、この後は、学生の皆さんと対談をして、どんな学科なのかということを知ってもらえればいいかなというふうに思っています。それでは、生命工学の2年生の長島くんと佐藤さんに今日は参加してもらってますので、これからいろいろお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと緊張してますけど、リラックスしていきたいと思います。それではですね、まず最初に、2人が生命工学科を志望した理由を聞かせてもらえますか。まずは、長島くんからかな。はい、はい、僕が生命工学を選んだ理由は2つあって、1つは高校の時に同級生が農工大の研究をよく調べてる友達がいて、その友達がよく語ってくれてたんです、ね、研究内容とかも。でそれで僕も面白いなと思って、その生命工の研究にちょっとやってみたいなっていう気持ちがあったっていうのが一つで、ちょっともう一つが農工大の生命工学科は日本で初でしたっけ。日本で、日本で初です、はい、の生命工学科ということで、歴史がある学科だと思って、その最先端のことを学べるっていうのがすごい魅力的だなと思って生命工を選びました。はい、どうもありがとう。じゃあ佐藤さんどうですか。はい、私も2つあるんですけど、まず1つ目が、自分が中学の時にちょっとある怪我をしまして、その怪我の治癒の過程にすごく興味を持ちまして、でそのことについてもっと自分で理解したいなっていうふうに自分で思って、それを学べるにはやっぱその生命工学っていうのを学びたいなっていうのが、自分の中にありました。でなぜ農工大かというと、私は高校2年生の時に、工大連携プログラム、農工大と高校が連携してやってるプログラムである、IGS プログラムに参加していました。このプログラムでは、実際にディスカッションとかプレゼンテーションのやり方を大学の先生とか実際に農工大の先輩方に教えてもらって、自分もこんなにうまくプレゼンテーションとかディスカッションができるようになりたいなっていうふうに思ったのと、研究室体験がそのプログラムには含まれていて、その研究室体験をした時に農工大の研究室にはすごい素晴らしい研究設備が整っていて、自分もこのような環境で研究をしていきたいと思いました。
はい、どうもありがとうございます。そうですね、オープンキャンパスとかでキャンパス体験をやると結構農学部の方も工学部の方も農工大というところは非常に森が多かったりして、まあ、雰囲気もいいですよね。なので、まあ、本当にいい大学じゃないかなというふうに思います。東京にありながらこんなに緑が多いのかなというのもあるし、それから中に入ったら研究設備が本当に充実していて、特に生命工学科は先生方が非常に頑張って外部資金を取ってきているので高い機器がいっぱいありますということで、まあ、研究室に入ったらまた本当にそのいい機械を使って最先端の研究ができるということで楽しみにしててください。はい、じゃあその2つ目の質問に移りたいと思いますが、まず入学してから今まで、まあ、まだ2年生になったばっかりなんですけど、どんな科目が面白かったとか、まあ、どういうところが興味深い授業だったかとか、その辺教えてもらえますでしょうか。じゃあ佐藤さんから。はい、はい、私が印象に残ってるのは、実際中村先生にも教わったんですけど、物理学1と、物理学2ですね。物理学は先生じゃないんですけど、私は高校の時に物理選択をしていて、高校の物理だとやっぱその物理だけで話が終わっちゃってる感じがしたんですけど、大学に入ってからの物理はやっぱその生命光ってことで、その生命現象に物理の視点から見た時に生命現象をどのように理解できるかっていうのがとても面白くてすごく印象に残っています。はい、まあちょっと挙げてもらってありがとうございますそれじゃあ長島くんどうですか。僕は、一番興味深いのが生命有機化学。生命有機化学、目的の化合物を作るのに、どういう過程を経て作ればいいのかとか、どういう試薬を使って作ればいいのかっていうのが、なんかすごい楽しくて、いつも今の有機化学の時間も今そういう分野を扱ってるので、いつも楽しく授業ができて、あとはそうですね、あともう一個生命科学も、生命科学、はいはいはい、興味深くて、高校で習った生物のなんか光合成とか呼吸のより深い知識っていうのが学べていて、なんかすごい興味深くて楽しく受けています。はい、どうもありがとう。まあ一番最初で説明したんですけど、やっぱり生命光っていうのは生物学とそれから化学とそれからそれの応用の工学っていうことになっていますので、やっぱり、まあ、佐藤さんが科学的な話は面白いって言ってくれたし、それから長島君はまあ、バイオの方の深いところまでっていう話なんですけど、やっぱり分子レベルとかその科学が分かってそれから理解するっていうところがやっぱりちょっと生命工学の特徴かなっていうふうに思ってて、まあ、その辺が伝わってるのがまあ嬉しいなというふうに思いました。まあ、それからも頑張ってもらって、でやっぱり最終的には生物を捉えていって理解してそれを利用するっていうことを目指してますんで、まあ、そういうところにつなげてもらえればなというふうに思います。はい、じゃあ3つ目の質問ですけど、何でしたっけ。成長したことかな。これまで何か学んできて、身につけたこととか成長したことっていうのは何かあるかっていうことなんですけど、長島くんどうでしょうか。そうですね、結構英語を結構話すことに対してそんなに恐怖心がなくなったっていうか、それは何でなんですか。その英語で会話する授業が必ずあるので、それで結構積極的に英語を使って先生とか友達とかと話していくので、本当に今までは本当に英語話せなかったんですけど、大学に入って英語をよく使うようになってから話せるようになったなっていうふうに思ってます。はい、どうもありがとう。じゃあ佐藤さんどうですか。はい、私が
まだ未熟なんですけど、ちょっと高校の時と変わったなと思うのは、うん、やっぱその大学の学びになると、その学びを自分のものにしていくっていうのがすごい高校よりもすごいそれが大事になってきて、うん、高校の時は分かんないとこはすぐ先生にその場で聞くっていうのが私の中でそういう風になってたんですけど、やっぱ大学はそうじゃなくて自分でこう探究して参考書とかを見ながら、こう自分で考えながら疑問に思ったことを解決していくっていうのがすごく大事だなって自分の中で思ったり、そういう機会が増えたりして、そういう面でちょっと成長できてるといいなって思ってます。はい、はい、私の基礎ゼミっていうか、なんだかな、今生命工学の生命工学入門、医工学入門か、あれの授業の時に一番最初に私いつも言うんですけど、やっぱり高校と大学の授業の違いって、やっぱり高校だとやっぱり受け身でいることが多いということを言っていて、大学だとやっぱり積極的に自分から勉強しないとダメですよって話するんだけど、まあ、それが伝わってくれてるのかなっていう気もするし、長島君も、まあ、いいとこついてきてくれるな。生命工英語の必修単位が12単位あるんですよ。これはかなり多くて、3年生の後期まで全部英語の必修を入れてますから、まあ、これ絶対英語が必要だっていうことで、まあ、私たち、みんなに勉強してもらいたいというところでやってて、でそれを、ちゃんと、楽しんでやってもらってるってことはいいことかなっていうふうに思います。まあ、これからもぜひ頑張ってください。これからますます成長してくれるのを待ってます。はい。じゃあその次の質問ですけど、学生生活ですね、まあ、勉強以外でなんかサークル活動とかいろんなことをやってると思うんですけど、なんか特徴的なことって何かありますかね。佐藤さんどうですか。私は課外活動として、今やってて、バスケットボール部のマネージャーと、あとは工学部の学園祭の実行委員と、あとは工学部の TUAT バディっていう留学生のスクールに入ってます。すごくここでちょっと伝えたいのが、私が入ってるその工学部の TUAT バディについてで、やっぱりその留学生と交流することが目的のサークルなので、自然と留学生の人と交流する機会が増えてって、やっぱそれにつれて英語を使う機会が増えてくっていうのはすごく自分のためになってて、普通にこの人とつながってるのも楽しいし、一緒にいろんなとこ花火とか見に行ったりとかするんですけど、それに加えて一緒に英語も勉強できたり、他の国の文化も学べるっていうのはすごく自分にとっていい経験になってるなって思ってます。はいはいはい、3つもやってるんだ。はい、頑張ってくださいね。はい、長島くんはどうですか。僕は大学のテニスサークルに入っていて、テニスサークルは本当に入ってよかったなって思えるサークルで、毎月イベントがあるんですよ。それがすごい楽しいし、あと先輩もとっても優しい人たちばっかで、それに今僕が好きなテニスもできるので、本当にもう充実した生活が送れているなと。なるほど。テニスか。で、テニスはちゃんとやってるんだよね。あ、もうテニスやってます。そうですね。もあって、他のイベントもあるっていう、まあ、楽しいサークルということで、分かりました。まあ、そっちにも、やっぱり3年、生命校の場合は3年後期ぐらいから、まあ、本格的に研究採属っていうことになるんだけど、まあ、3年後期に関しては、サークル活動も認めてますので、しっかり最後の大会とかそういうのもできるようにしているんで、まあ、頑張ってやってもらえたらいいなというふうに思います。はい、じゃあ最後の質問ですけど、将来の夢っていうのは何だろうかなってことを聞いてくれって言われてるんだけど長島君どうでしょうか。僕はちょっとはっきりとは決まってはないんですけど、ちょっと大まかに言うと、なんか人の役に立てるような仕事に就けたらいいなと思っていて、例えば創薬の関係の仕事で薬を作って、なんか病気の治療ができるようになったりとか、治療が楽になったりとか、そういうことができたりとか、あとはまあ、そうですね、がんの治療とかに役立つようなものが作れたら、すごくやりがいを感じるだろうなと思って、
そういう、まあ、そういう風な職業に就きたいって感じですか。はい、なるほど、はい、わかりました。佐藤さんどうですかね。はい、私も長島くんと似てるんですけど、やっぱりその、うん、せっかくこういう工学部で今学ぶことができているので、何か生産できる、うん、開発できる人になりたいなと思って、うんうん、でも人のためになることで、私がさっきその、うん、ある怪我をきっかけで生命苦を好きになったっていうことを話したと思うんですけど、はい、その好きになったきっかけっていうのが、そのちょっと再生医療に関わることで、うん、まあやっぱその再生医療っていろいろまだ進化している途中で、すごいいろんな可能性がいっぱいあると思うので、まだ現時点ですけど、そういう、うん、新しい何か新しいことを生み出せる、そういう研究者になれたらいいなって思ってます。はい、わかりました。やっぱりみんななんか大学で学んだことをうまく使ってというか、それの将来そこに向けて今やってるって感じですかね。でやっぱり理系に来たっていうことを、まあ、最大限使うという感じでしょうかね。でそこで確かに生命庫の場合は創薬だとかそういうものっていうものもできる学科なので、まあ、みんな志望してくる時も薬学部志望だとか、あるいは医学部志望の人もいるし、で生命工と、まあ、悩んで生命工を選んでくれる人もいて、まあ、そういうのを、まあ、いろんなものができるっていうのが生命工のまたいいことかなっていうふうに思ってます。まあしっかり勉強していろんなものを学んでやってもらえれば、いい技術者と研究者になれると思うので、まあ、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。今日はどうもありがとう。いろんな話を聞けて面白かったです。はい、長島くんもありがとうね。はい、ありがとうございました。最後またパワーポイントを使って説明したいと思います。で最初の方は学生の受賞の、パワーポイントになってまして、まあ、皆さん、今出てくれた2人は2年生なんですけども、4年生になって研究室に入って、それから修士課程に進学したり、まあ、ドクターコースに行く学生もいますけど、そうなってくると研究をバリバリやると、そうする人をして、まあ、生命工の先生方っていうのは学会でも非常に活躍されている先生方多くて、学会活動も積極的にやっていますということで、みんなも4年生の後半ぐらいからもう学会発表すると、で修士になったら国際会議で1回ぐらい発表するということになってくると思います。でそれで発表して、まあ、今日ここでパワーポイントで示しているのはみんな学会から表彰された人たちなんですよね。で、もう毎年ものすごい数の学生の皆さんが学会から表彰されてます。でやっぱり教員も頑張ってますけど、まあ、それ以上にやっぱり生命工の学生さんたちは優秀なので、やっぱりその発表とかなんとかってやってもこうやって賞を取ってきてくれるんですよね。本当に私は頼もしいなというふうに思っています。まあ、みんなも2人もこれからこういう賞も取れるように頑張ってほしいなというふうに思います。それから2枚目の方なんですけども、これは、卒業後の進路っていうものが書いてあります。まあ、生命工特徴ですけども学部で卒業するっていう学生さんはほとんどいないですね。 90% 以上が修士課程に就職し進学します。で、修士課程で、修了してから、会社、まあ、化学系、食品系、医療系とか、まあ、電気機械とかそういうところに就職するっていうことが多いですね。でそこで、研究者として働く、あるいはまあ技術者として働くっていうことがあるということですね。でそのうちの、まあ、13% ですね、修士のうちの 13% が、まあ、十数%ですね、博士課程に進学すると。まあ、今いろんな研究をやる上で博士を持っていかなきゃいけないっていうことも結構言われるようになってきたので、まあ、これからずっと本当に研究をやりたいっていう場合にはドクターコースまで目指して、まあ、今から目指してくれればいいと思うんですけど、まあ、そういうところまで考えながら、自分のキャリアパスっていうものを考えていってもらえればいいかなというふうに思います。まあ我々一番最初に言った通りなんですけども、生命工っていうのは、まあ、いろんな三本柱をベースにして実践的な学生さんを育てるということを目指していて、でその結果として、まあ、こういう形でいろんないい会社に就職してくれてるということで、まあ
我々の教育が間違ってないなというふうに思っているので、それに皆さんも、自分の力をフル活動活躍してもらって、学会で発表していい賞を取って、それからいい会社に就職して、あるいは大学に残って研究したり、いろんなことをやってもらいたいなというふうに思っています。まあ生命校はいいところだと思いますので、まあ、これからも頑張ってください。はい、ではこれで終わりたいと思います。2人ともお疲れ様でした。